このレースの発売中から細かい雨が落ちていたようですが、どうやらその雨、今一旦上がってるんでしょうか。ボートレース琵琶湖の G3 オールレディースヴィーナスチャンカップシリーズ5日目、11レース2つ目の準優勝戦です。コース取りですが、3番の原田由美が早めにホーム側に入っております。さあ、ここはどうなるのか。スタート点時代は枠順で3対3でした。インコースにはまず1号艇、広島、運のゆかりが入ります。昨日は終盤、後半戦でしっかりと1着、得点率トップ、シリーズリーダーの座をゲットしました。2コース2号艇、地元紙が茶谷さくら、地元勢は4人予選を突破。ここは2番茶谷です。残る3艇、この後12レース香川、水口、遠藤が登場です。そして3コース、やはり3号艇、大阪、原田由美が入りまして、1、2、3、残る3艇も枠番通り。4コースに4号艇、三重、垣内、清美、5コース5号艇、東京、平田紗友香、6コース6号艇、愛知の宇野弥生です。宇野が18番目、6.00 で予選をクリアしています。追い風変わらずおよそ3メートル、箱3、4センチです。外3艇から進入開始。進入コース、インコースから1番、2番、3番ダッシュ、4番、5番、6番です。第11レース準優勝戦スタートしました。まずインから1番の宇野がしっかりといいスタート、2番の茶谷若干スタート控えむか。4カートから4番垣内がまくってきました。ここまず押し切った1番の運のゆかり、注目は2番手争いです。4番2番外が4番の垣内、内2番の茶谷も粘っています。4番2番判定審査、すぐ後ろ6番の宇野もついています。4番2番6番、ここ偶数枠3点、2番手争いです。先頭は変わらず1番運野から大胆マークを繰り返し、スタートは正常。そして4番6番膨らんだところを刺す2番の茶谷ですが、茶谷も少し振り込んだ、外を膨らみながらも4番の垣内、ここで単独2番手、2番6番、2番茶谷が内、外6番の宇野、3番手並走状態、後続離されて3番原田、最後に5番の平田紗友香。2周1枠、1番運野から4番の垣内へ、そして2番の茶谷が3番手、6番の宇野弥生離されて4番手。ここで上位3艇は1番4番2番後続6番そして3番5番です。終始優勢1番運のゆかり、そして2番手以降が接戦でした。2番手4番の垣内清美、2番の茶谷が3番手、1、4、2で直線コース、まもなく最終周回にあります。インから1番の運の、そして外枠3手はコンマ1台中盤あたりのスタートを放って、インからしっかりと押し切った1番の運のゆかりでした。4角から攻めた4番の垣内清美でしたが、2番手争い、その2番手争いは制して4番の垣内が2番手、2番の茶谷が現在3番手。さあ、じわじわと2番茶谷も差を縮めていきますが、まもなく残り最終の第2ターンマーク、残すのみとなりまして、独走1番運の、そして2番手4番垣内キープか、最後刺す2番の茶谷は届かず3番手止まり、1、4、2でまもなくゴールです。まず先頭1番の運のゆかりがゴール、2番手4番の垣内、3番手2番茶谷、残る3手6番宇野、3番原田、最後に5番の平田がゴールいたしました。以上、第11レース準優勝戦でした。